皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思いますえ。今日はですね、このコインデスクジャパンのですね、クラーケン知能代表が選ぶ5つの暗号資産予想ニュースというところを 見ていいいきたいと思います、えー、早速ですねもう見て一番目から一つ見ていきたいと思うんですがまずはインフレとビットコインというところが取り上げられていますでこれは2022年についてはですねやはり一番の大きなマクロイベントとして FOMC だったりとか、まあ、その FRB が今後テーパリングを加速して進めていきますだったりとかまた利上げに対して積極的にまあ取り組んでいくみたいな感じの今方向性になっていくかと思うので、まあ、そういったところと連動して ビットコインはデジタルゴールドという、まあ、あるある側面も持っているということもあって、順調に上がっていくんじゃないか、もしくはそういった形で注目を集めるんじゃないかっていうふうに、まあ、思われているので、まあ、上昇圧力があるんじゃないかっていうふうに、まあ、言っているんですけれども、まあ、僕はですね、あんまりちょっとこれ賛同できないなと正直思っていて、あの、インフレと関係があるかどうかとかっていうよりも、やっぱりこのインフレが起こっている状況って、基本的にアメリカの経済も まあしっかりと順調に伸びているような状況だと思うんですよねなのでそのアメリカ経済のが順調であるというところと連動してやっぱりそのリスク資金リスク資産に対しての投資っていうのが進むことでビットコインだったりとか株式上への資金流入が活発になってビットコインが上がっていくっていうシナリオは正直あるかなと思います。でそれとなぜこのインフレが若干違うかっていうとこの経済のあの 成長ののタイイミンングととフレっってていうのはやっぱちょっと微妙にずれてるんですよねなので例えばですけどもインフレが行き過ぎた場合でそこそれによってどん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 、えー、経済っていうのは少しインフレがあまりにも高すぎてどん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 中央政府が金利を上げていかなければいけない状況になるそうなってくると経済の方が先に下向きになってくるような状況になるかと思うんですよ。でそのタイミングでインフレとこの仮想通貨が連動しているというふうに思っているのかもしくは 経済とと連動しているといるううふうに思っているかっていう考え方が、まあ、多分そこですごい重要になってくると思っているので、まあ、僕はインフレと連動しているとかっていうよりもやっぱりそのリスクを取ろうというその経済がいかにあの活発かどうかっていうところの方がこのビットコインとの連動性はまあ高くなってくるかなと思うので、まあ、インフレに注目着目しすぎるよりもやっぱりこのビットコインと 経済もしくはその株式市場ですよねこことの連動性は非常に重要なポイントになってくるかなと思うので、えー、結構ですね注目、まあ、そういった感じからの注目の方が、まあ、僕はいいんじゃないかなと思いましたはいまあそんな一方で、えー、この千野さんに関しては、えー、ビットコインについてはですね非常にやっぱり注目されている一方で、えー、そういったいろんな国だったりとか、まあ、経済の あの、からの資金流入がですね、ビットコインだけでは受け入れられないんじゃないか、受け皿として足りないんじゃないかっていうことも一つ言っているので、まあ、さらに、あの、アルトコインへの、ま、波及効果っていうのもあるんじゃないかっていうふうに、ま、言っていますね。まあ、これ非常に、あもうすでに起,起きてることだと思いますし、まあ、どん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 今年もそれが強まっていくんじゃないかなと思うので、あの、このあたりについては僕自身も、ま、どういうふうに、あの、ま、戦略を取っていこうかっていうのは考えておかなければいけないポイントかなっていうのは、 非常に思っています、はい、で2番目についてはイーサリアムの派遣というふうなことが言われているんですけれども、まあ、やはりですね NFT だったりとか、まあ、あとはいろんな、まあ、そのレイヤー2のソリューションがどん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 まあ活発化進んでいくことによってイーサリアムへの回帰が起こってくるんじゃないかもしくは他のプレイヤーが頑張ってイーサリアムの脅威になり続けられるかどうかっていうところが大きく注目になってくるんじゃないかというふうにまあ言っていますと。 で、これはもうすでに2021年のタイミングで、えー、かなり熱く語られているトピックでもあると思うんですが、やはり2022年についてはこちらにもある通り、イーサ i ムのバージョンアップ2.0への、まあ、移行ですよね。これを受けて、どういうふうに他の、例えばレイヤー1の、えー、アバランチだったりとかソラーナですね、こういったところが対抗していくかっていうのが、まあ、面白いポイントになるんじゃないかというふうに言っていて、もうまさに本当にそこが2022年についてはレイヤー1のところで、 まあ重要ななポイントになってくるかと思いますでこれでやっぱり2022年の時点であレイヤー2いらないじゃんとかレイヤー1の他のソリューションがもう全然 e ー a リア m 2 0に太刀打ちできないじゃんみたいな感じになると、まあ、一気に e ー a リア m がブワーって大きく上がっていくと思いますしあれやっぱり意外とアップデートしたけどそんな大したことないなみたいになるともっともっとレイヤー1に 対しこの辺りはちょっとどっちになるかっていうのはなかなか予想しづらいあの今の局面なのでどういうふうにポジションを取っていくのか、まあ、両方に分散ポジションを分けて待っているのかもしくはイースタイムの方だけにかけるのかとか、まあ、いろんなやり方があると思うんですがこの辺り非常にあの楽しみなポイントかなと思っています。 はい、続いてなんですけれども、CBDC とステーブルコインというトピックになっています。で、ちのさんは、CBDC とステーブルコインについては、もう完全に用途が別だと。CBDC については、 一般ででのその生活の中で例えば Suica みたいな感じの一つの,あの形として使われていくんじゃないかっていうふうにまあ言われていてステーブルコインについてはデジタル上の,そのブロックチェーン上での通貨として使われていくっていうのが完全にこれ分かれていってかつそれについても法整備がしっかりと行われていくんじゃないかっていうことを言っていますと。 で僕はですねあの半分賛成で半分ちょっとどうかなというふうに思っているんですがまずまあスタートはそんな感じにはなるんじゃないか例えばその日本とかだとそうなるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、徐々に時間が経つにつれてやはりこのステーブルコインで払いたいという人も増えてくると思うんですよねなので CBDC とかあの現行の法定通貨を持っていることの意味ってあんまり正直やっぱりなくて我々としてはですね消費者としては。 やっぱりそのステーブルコインだったりとかで持っていくことで、えー、仮想通貨の金融機関に預けておくとやっぱり 3%4%5% とか金利がつくわけじゃないですかそうすると、まあ、そこからやっぱり換金するのもめんどくさいとか換金したくないっていう需要が今後高まってくることによって、まあ、ここの境目っていうのはですね正直なくなってくるんじゃないかなと僕は思っていますでプラスそれに加えて、えー、仮想通貨の取引所でも例えば US ドルの、えーまあ、CBDC で まあビットコインが買えたりととかかそういうふういにもななってくるかなと思うので、まあ、ここの境目が徐々にいなくなってきて、あのー、ある程度、まあ、ごちゃごちゃになってくるっていうのは実際は起きてくる可能性はまあ,あるんじゃないかなと思ってますまあそれがそんなにすぐに来るかっていうのは別として2022年についてはおそらく CBDC とステーブルコイン完全に分けてるよねっていうような感じの ちのさんの方向性が、まあ、僕も正しいかなと思う一方で、まあ、さらにその先を見た時には、まあ、ここが結構融合してくるみたいな感じになってくるのかなと思ったりはしていますはい次なんですがゲーミファイですねこれアクシーが2011年本当にあにめちゃくちゃ流行ってゲームをして生活をしていく人がどんどん出てきたようなタイミングでしたけれども、まあ、さらにですねここが えもっとあの進んでいって、こちらにも書いてある通りまり、NFT のゲーム内で、レアアイテムをゲットした小学生がお金持ちになるようなケースも出てくるだろうと。これ本当にあの革命的に、こういったことがどん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 起きてくるなと思いますし、やはりその働くっていう概念がやっぱり大きく変わると思うんですよね。これやっぱりゲームしているイコール親に怒られるみたいなところから、ゲームすることによって、 お金をより稼いでいくみたいな方向感の,、まあ、その概念がよりあの浸透していくっていうのは一つあるかなと特にやっぱりその新興国とかではこういった側面が強くなってくると思いますしこのレアアイテムをゲットしたことでお金持ちになるっていうのがやっぱり本当にその現実として身近で起こってくることによってあゲームしなきゃみたいなですね <laughs> まあそういったことの考え方っていうのも出てきやすくなると思うのでこれゲーミファイもうさらに2022年 え、増えてくるんじゃないかなと思いますし、これはゲーミファイとこのメタバース、次トピック5番でありますけれども、この境目がちょっとよくわかりませんが、やはりそのゲームについての考え方だったりとか、そういったものは大きく変わってくるかなと思っています。はい。で、まあ5つ目でメタバースありますけれども、まあここに対しては、あの先日スクエアアニックスが、まあ、新しくメタバースに関して、 ガガンガン投資していきますみたいな感じのことを言ってましたけれども本当に大きなビジネスのチャンスとして捉えられる一つのポイントになってくるんじゃないかなと思ってます今やっぱりなかなか外にあのまたコロナも流行ってきて国によってはですけれども出づらいっていうふうに環境になってきた場合にじゃあどこで時間を過ごそうかとか、まあ、先日ですねあのタイムスクエアニューヨークのタイムスクエアで年越しをしているような感じで お祝いができるメタバースの空間っていうのをディセントラランドですかねで準備されていたようですけれどもまあそういった楽しみ方っていうのもあの消費者の観点からは出てくるでしょうしそこに対して広告を出していくというようなまあいわゆるその広告っていう観点からもあるでしょうしそこで例えばこのエリアに入ると入るためにはいくら必要ですよっていうのもまあ,あるでしょうしまあそのゲーミファイとある意味メタバースを組み合わせたような ものも出てくるでしょうしこのメタバースというものが本当に今後その経済という観点からものすごく重要なまあ、一つのピースに今後なってくるんじゃないかなと思うのでまあこの辺りはさらにあの注目していきたいようなポイントでもあるかなと思っています結構この千野さんのあの中で言われていたもので面白いなと思ったのが まあ日本はやっぱりですね、ガラパゴス化しているというのが一つ、問題というか、課題として大きくあるかなと思います。で、ヨーロッパだったりとか北米ですと、まあ、マーケットプレイスとしてオープンシーが非常にもう人気で使われていると思うんですけれども、まあ、こういったところであれば、まあ、イーサレム持っていれば、世界中どこにいても、これもちろん日本にいてもできるんですが、えー、オープンシーのこの NFT のマーケットプレイスで買い物できるんですけれども国内の NFT マーケットだと日本円を入金して日本円で買うみたいなことしかやっぱできないんですよねでそうすると日本の NFT マーケット市場っていうのは日本人しか参加できないということでどん,どん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 マーケットがあの自分たちに狭めていってるような状況になってるとでこれはやっぱりその法律的な問題もいろいろあったりするかもしれないのでなんかしょうがないといえばしょうがないかもしれないんですが ここは本当にもったいないなと思いますよね。日本っていうのはこの NFT のマーケットで IP あの、ま、著作権というかなんていうんですかあのなんていうんですかねあの、ま、キャラクターの権利とかっていろいろあるわけじゃないですか。にもかかわらずそれが海外に対して発信できてい,いなかったりとか、ま、そういった状況になっているっていうのは、ま、こういったガラパゴス化している、ま、マインドセットだったりとか、まあとはそのビジネスのフィールドだと思うんですよね。 なので、このあたりをいかに海外の人が見てもらって、かつ投資できるかっていう環境にあるかっていうのは、今後変えていかなきゃいけないというか、本当に日本が世界で羽ばたいていくために、生かしていけるような方向性の考え方だと思うので、ここは頑張ってやってほしいなっていうのは僕も思っていますし、この千野さんの考え方に大きく賛同していくポイントかなと思っています。はい。 ということでででかかがししたでしょうか非常に面白いポイントも多かったと思いますしまさにですね今回2022年に向けて沈黙していきたいポイントをこの千野さんに取り上げていただいたかと思うんですけれども我々としてもこのようなポイントに対して、まあ、この人はこう言ってるけど自分はこう思うっていうやっぱその自分なりの軸だったりとかスタンスを持つことによって、まあ、よりアクションに移しやすいと思いますし人の意見を聞くっていうのは結構重要だと思うんですよね。自自分分のの意見しかないと自分の その側面考えの側面しかやっぱり持てないのでより多くの人の意見を聞くことによって自分の考えだったりとかその行動をブラッシュアップしてよりまあいい行動によりその質の高い行動だったりとかにつなげていけるかもしれないと思うので是非参考にしていただけたらなと思ってご紹介をさせていただきました。 はい。ということで、いかがでしたでしょうかなかなかですね、まだマーケットそんなに動き出てないんですけれども、まあ今だからこそこういったいろんな人の考えとかをですね、まあ、読んだり聞いたり見たりするチャンスだと思うので、ぜひ有意義な時間ということで、えー、捉えていただけたら嬉しいです。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。